わかった。ショコラに言っておくよ。じゃあね。リタ、どうしたの？今母さんから電話があった。ショコラに頼みたい仕事があるって。殺し屋としての依頼なら私は。違うよ。小学校の先生になってほしいみたい。はあ？こんばん。友達100人できるかな？ミステリー案内人です。その友達100人できるかなって、私は個人的にどうかと思うのよね。私、友情は狭く深く派なの。広く浅い交友関係、狭く深い交友関係、または住み分けしている人もいますよね。さて今回はショコラが小学校の先生になるようですが、一体どうなることやら心配ですね。早速見ていきましょう。いやあ、我が黒猫アサシン小学校は最近教師の人手不足でね、君が来てくれて助かったよ。母さんに小学1年生と6年生の違いを調べてこいって言われたから仕方なく来ただけよ。私は元殺し屋で、今は裏社会向けの情報屋カフェを営んでいるショコラ・アルカラム。今日は母さんの知り合いが営む殺し屋を育成する小学校に先生としてやってきた。それでも助かるよ。殺し屋を育成する小学校だとしても、普通の小学校と同じと思ってくれていい。その調査が終わるまで1年生と6年生の担当をよろしくね。わかったわ。こうして私は母さんの謎の指示で小学1年生と6年生の違いを調べることになった。1、教室での態度。1年生の場合、今日からみんなに授業をすることになったショコラ・アルカラムよ。よろしく。よろしくお願いします。みんなちゃんと着席して姿勢もいいし偉いわね。挨拶の声も100点満点よ。やった、マイコ褒められた。マイコだけじゃないよ、僕もだよ。あれ、あの子、私に顔がすごく似ているわね。まあ元気だからいいか。6年生の場合、ここは6年生の教室ね。今日からみんなに授業をすることになったショコラ・アルカラムよ。よろしく。はあ、純粋な1年生と違って6年生は挨拶もしなくなるのよね。ちょっとあなた、椅子にちゃんと座りなさい。1年生はちゃんとしているわよ。タロ、怒られてるじゃん。うるせえ、俺は個性や自由ではみ出していくんだよ。生意気ね。それに弟のカカオと顔が似ているせいかしら、輪をかけてムカつくわ。1年生はみんな姿勢もいいし、声を揃えて元気に挨拶をしてくれる。だけど6年生になると、慣れてくるからか、徐々に態度も悪くなり、挨拶もしてくれなくなる。2、授業での挙手率。1年生の場合、さあ、ここの問題わかる人いるかしら。はいはいはい、私わかるよ。僕だってわかるぞ。先生当てて。みんな手を挙げて、積極的でいいことだわ。じゃあ、マイコちゃんに答えてもらおうかしら。やった！僕、最近全然当たらないよ。先生に当てられなくて泣いちゃうの、かわいいわね。6年生の場合、さあ、ここの問題わかる人いるかしら。1年生と違って6年生は積極性も授業への意欲もなくなるのね。じゃあ目が合った人を当てようかしら。あ、全員が下を向いた。露骨すぎでしょ。1年生はもっと手挙げているわよ。6年生が1年生に負けていいの？1年みたいなガキと俺たち比べんじゃねえよ。あ、目が合ったわ。太郎くん、ここの問題よろしく。だあ、やっちまった。太郎ってばダサい。1年生の時はみんな明るく元気に授業に参加するのに、6年生はシーンってする。思春期の始まりかしらね。3、反省の仕方。1年生の場合、痛いよ。舞子ちゃんどうしたの？私に似た顔なのに泣き虫なのね。突然ぶつかってきて。鬼ごっこしてたらぶつかっちゃったんだ。なるほど。
悪気はなかったとしてもちゃんと謝りなさい。ま、マイコ、ごめん。ほら、彼も悪気はなかったんだし、これで許してあげられる？うん、いいよ。許してくれてありがとう。一年生は本当に素直ね。六年生の場合。痛いよ。ちょっと、どうしたの？太郎が私のこと突き飛ばしてきたの。どうしてそんなことしたの？こいつが俺の好きなアニメを好きじゃないって言うからだ。だって本当に好きじゃなかったんだもん。好き嫌いは人それぞれ。そんなことで相手を突き飛ばしちゃダメよ。謝りなさい。みん、は？ミングミング、これでいいだろ、クソ。あ、ちょっと太郎、ひどいよ。1年生の時はみんな素直でも、なぜか6年生になると反抗期になる子が多いみたい。4. お互いの印象。1年生の場合。そうだよね、かっこいいよね。うん、僕も憧れてるよ。2人とも何の話をしているの？6年生ってかっこいいよねって話をしていたの。なるほど。確かに私も1年生の時は、周りの1年生はみんな6年生に憧れていたわ。だって背は高いし、僕たちより賢いし、優しいし、僕も早く6年生になりたいな。無垢な眼差しが眩しい。だって実際の6年生は。6年生の場合。ちびっ子たちが鬼ごっこを必死にやってやがる。ごきだな。鬼ごっこで楽しんでいた時期が懐かしいね。俺らもあんな時期あったよな。くぅ、あんな遊びで楽しめる1年生に戻りてぇ。私も純粋な頃に戻りたいわ。1年生は6年生に憧れがちだけど、1年生が思うほど6年生は真面目でもないし、優しくもないのが現実ね。5. 効果。1年生の場合。我ら黒猫アサシン小学校。みんな元気に歌っていてよかったわ。だって効果大好きだもん。うん、歌っていて楽しいからね。効果が好きで楽しいだなんて、1年生は純粋すぎるでしょ。6年生の場合。黒猫アサシン小学校。ちょっと太郎くん、あなた口パクしていたでしょ。は？してねえよ。あなたも小声で歌っていたんじゃない？ごめんなさい、恥ずかしくて。ま、歌わないよりはマシだわ。太郎くんはどうして歌わないの？こんなダサい効果を大声で歌う方がやばいだろ。先生違うよ、太郎は声変わりして効果の高いところが歌えなくなったの。僕はそれを言うな。なるほど、そういう事情もあるのね。1年生と違って6年生はほとんどの生徒が口パクか小声で効果を歌う。男子は声変わりが原因もあるかもしれないけれど、ほとんどは変な恥ずかしさからね。6. 男女で距離ができる。1年生の場合。午前の授業はこれで終わり、昼休みよ。やったー！ねえ、今日は何して遊ぶ？運動場でみんなで鬼ごっこしよう。他の子も誘うね。うん。1年生は男女関係なく仲良くしているわね。だってみんな仲良しだもん。ねえ？ねえ？あなたたちの純粋さが私の汚れた心に染みるわ。6年生の場合。午前の授業はこれで終わり、昼休みよ。よっしゃ、男子は全員運動場に集合な。サッカーしようぜ。ちょっと男子待ってよ、運動場は今日私たち女子が一輪車競争で使う予定なの。は？知らねえよ、サッカーの邪魔だから来るな。最低、男子は自分の球でも蹴ってなさいよ。なんでだ？1年生と大違いね。1年生の頃は男女関係なく仲良くしがちだけど、6年生になると男女の距離もできて一緒に遊ばなくなる。7. 体育の授業。1年生の場合。位置について、よーい、ドン。いっけー！
おりゃー。一年生は何事においても全力、見ていて気持ちがいいわ。六年生の場合、今日の体育は50メートル走を測るわ。だるすぎるだろ。まあ私汗かきたくないな、化粧してるし。小学6年生で決勝って。位置について、よーいドン。だーりー、ゆっくり行こうっと。ちゃんとやりなさいよ。体育の授業では疲れたくなかったり、汗をかきたくないという理由で手を抜いたりするのよね。8、男女で手をつなぐ。1年生の場合、次は運動会でやるダンスの練習をするわ。男女ペアでまずは手をつないでくれる？マイコ、一緒にやろう。うん、いいよ。1年生はみんな素直に聞いてくれて本当に楽だわ。6年生の場合、次は運動会でやるダンスの練習をするわ。男女ペアでまずは手をつないでくれる？ちょっと、あなたたち、なんで手をつながないの？男女ペアのダンスなんだから仕方ないでしょ。わかったよ。はい、これでいいよね。ET の真似してどうすんのよ。ET？ ジェネレーションギャップで通じない。とにかくちゃんと手をつなぎなさい。6年生になると異性を意識しだすから、1年生の時にできていた手つなぎができなくなるのよね。9、横断歩道を渡るとき、1年生の場合。先生、さようなら。はい、さようなら。あ、横断歩道だ。渡ります。渡ります。あの子たち、横断歩道を手を挙げて渡っていて偉いわ。1年生は交通ルールをしっかり守り、安全に家に帰っていたけど、6年生の場合。先生、さようなら。はい、さようなら。よっしゃー、この後黒猫公園に集合な。ちょっと危ない。まったく、6年生にもなると横断歩道を手を挙げて渡る子なんてほとんどいない。確かに1年生よりは慣れている道だろうけど、危ないのにね。10、親との買い物。1年生の場合。昨日は初日だったけど、生徒全員の顔と名前は覚えられてよかったわ。先生じゃん、偶然だね。あら、こんにちは。お母さんとお買い物？うん、ママのお手伝いをしてるんだ。偉いわね。じゃ、また明日。先生、バイバイ。1年生は親と一緒にいるところを外で見られてもこんな感じだけど、6年生は。6年生の場合、チョコレートを買わないと。あれは。げ、先生。こんにちは、太郎くん。あら、先生、お世話になっております。いえいえ。ちょ、話せよ。あら、太郎ちゃん、どうしたの？太郎ちゃんって呼ぶな。なんかさ、ちょっと太郎ちゃん、どこに行くの？太郎ちゃん、6年生になると特に男の子はお母さんと一緒にいるところを見られるのを恥ずかしがる。手をつないでいるところなんて先生に見られると今みたいに発狂してしまうのよ。11、バレンタイン。1年生の場合。みんな、おはよう。先生、おはよう。あれ、どうしてこんなに盛り上がっているの？今日はチョコを食べられるバレンタインだからだよ。はい、先生にもこれあげる。あら、ありがとう。みんなに渡しているの？うん、マイコはみんなが大好きだからね。なんて眩しい純粋な性格なのかしら。マイコのチョコおいしい。1年生にとってバレンタインはチョコを食べる日という認識だから、雰囲気はこんな感じだけど、6年生になると。6年生の場合。みんな、おはよう。ん？みんなどうしてそんなにそわそわしているの？別にそわそわしてねえよ。そうだよ、先生、おはよう。あ、もしかしてバレンタインだからかしら。き、ちょ、先生、それ言っちゃダメだよ。うふふ、この気まずい感じ、見ていて最高だわ。どうですかよ。
6年生になるとそれぞれ本気で好きな異性ができてくる。だからバレンタインは渡す方も渡される方もそわそわして落ち着きがなくなるのよ。12テストの雰囲気。1年生の場合、今日は1年生初めての小テストをするわ。それじゃあ始め。へえ、全然わからないよ。わかる？僕も全然わからないよ。ちょっと2人ともテスト中は喋っちゃダメなのよ。はい、あ、ごめんなさい。先生、これって数字を選べばいいの？うん、そうよ。頑張ってね。1年生のテストはみんな慣れていないこともあって、ゆるい感じで行われる。だけど6年生になると。6年生の場合。それじゃあ小テストをするわ。はじめ。絶対に100点を取ってクラスで1番になれ。今回60点以下だったら、ママに殺される。みんな集中しているわね。6年生はテストの点数をそれぞれ違った理由で気にし始める。だから1年生の緩い雰囲気とは違って、6年生のテストはすごく緊張感があってガチなのよ。私はこういう空気感好きだけどね。普段からこれくらい真剣に授業も受けてほしいもんだわ。13物の扱い。1年生の場合。それじゃ皆さんさようなら。先生さようなら。舞子ちゃんさようなら。あら、舞子ちゃんのランドセルすごく綺麗ね。おばあちゃんに買ってもらった宝物だから大切に使ってるの。偉いわね。先生見て見て、僕のランドセルも綺麗でしょ。ほんとね。1年生はみんな物を大切に使っていて、先生も嬉しいわ。1年生はランドセルだけじゃなく、いろいろな物をちゃんと大切に使っている。だけど6年生、特に男子となると。6年生の場合。おい、お前のジョークくれよ。ちょっとあなたたち何をしているの？もう？ランドセルを盾に定規を剣にして戦いごっこだよ。はあ、その定規は学校のものだし、ランドセルもあなたの両親が買ってくれた大切なものなんじゃないの？1年生に比べて6年生はランドセルや他のものの扱いが雑になりがち。先生、私のランドセルを見て。あら、あなたのランドセルは綺麗ね。6年生にもなるとみんな雑に扱うと思っていたわ。確かにみんな物を雑に扱ってるよ。だけど逆に私は1年生の時よりも物の価値が分かるようになったから大切にするようになったの。なるほど、そういう子もいるのね。ほとんどの6年生がランドセルを雑に扱う中、たまにこういう子がいるのはいいことね。てな感じで、小学1年生と6年生の違いを調べて書類にまとめたわ。ありがとう、母さんに渡しておくよ。それより、どうして母さんは1年生と6年生の違いを知りたかったの？それはね。なんですって？母さんの言う通りに仕事をしてきた私だったけど、理由をビターから聞いて愕然としたの。ショコラもなかなかいい先生してたじゃないの。私も子供好きだし、先生って憧れちゃう。それなら三星さんが働いている子供未来課に遊びに行ってみますか？あそこも常に人手不足ですからね。え、いいの？やった！何して遊ぶか今から楽しみ。シュガーがなぜショコラにこんな依頼を出したのかはおまけで確認してくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチー。それはね、1年生と6年生の子供がいる母さんの友人が子育てに悩んでいるから、1年生と6年生の違いを調べてアドバイスをしたくなったらしい。なんですって？そんなことのために私を小学校に調査に行かせたの？まあそんなことだろうと思ってはいたけどね。理由をずっと隠していたのも、正直に言うとショコラに断られると思ったからかな。でもほら、母さんもいいところがあるってことで。それにしたって人遣いが荒すぎるわよ。まあカカオや私の顔に似た子供たちを見つけられたのは興味深かったし、よしとするわ。ドッペルゲンガー、興味津々。